この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、今回の商品はクーマテック社の LED ヘッドライト HL の100。入っていたのはケースと簡単な説明書という感じでございます。ケースを開けるとこういう感じで入っています。ケースだけですね。でこんな感じになっています。軽いですね。なるほど、単4電池3本、別売りということで、ちょっと待ってください。わお。はい、今回の商品はクーマテックスさんの LED ヘッドライト HL の100でございます。入っていたのはこういう簡単な説明書と、はい、でこのケースでした。でこのケース先ほど開けたんですが、電池がなかったのでちょっと電池を急遽用意しました。単4電池3本使うらしいです。で正面の方がこういう感じになっています。これ軽いですね。容量か大きい、グラムがどれぐらいなのかちょっとわからないんですが、この辺がプラスチックなのですごい軽くできています。なので頭につけた時もそんなに、なんていうんですか、重くは感じないと思いますね。で開け方が、ここが開ける前な、ここも動くんですね。こういう感じで、あ、ちょっとだけカクカクカクってなる感じで動きますね。でまあ開けて、パカッて開けて、全体的にプラスチックっぽい感じですね。はい、で開けて、単4電池3本ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、でこういう感じでございます。でよっ、お、もうついちゃった。おーとと、飛び出た。よいしょ。で、よいしょ。つきました。で、ちょっと眩しいかな？大丈夫かな？これ。もうすでについちゃってるんですが、一回押すと、まあ、これがつくということで、なんか、ぐじゅぐじゅってなってしまった。は。ちょっと待ってくださいね。これが切れた状態ですね。一回押すと、ハイビーム、 LED がハイビームで、2回目がミドルビーム でその次3回目が両側のレッドが点灯、両側のレッドが点灯で、もう1回押すとこれが点滅、点滅ですね。で5回目押すと消灯という感じでございます。はい、でこれで頭に調節して、頭につけてどんな感じになるかっていうことでございますね。はい、ちょっと外で実験的につけてみますか。明るさとしては100ルーメンで、照射距離は最大95メートルというかかり方をしています。ちょっと外でつけてみます。ちょっと壁に向かってやってみます。これがハイビームで、ロービーム、赤点滅でオフということでございます。つけてない状態でつけるとこんな感じです。で緑にするとこんな感じになります。赤などはあまり見えないですね。外でつけてきました。頭につけた感じ、それほど重くもないので、まあまあまあ使えるんではないですかねという感じでございます。はい、でハイビームですとか、ミドルですねのライトをつけた時はまあ見えたんですけれども、ただ赤の使い方私よく分かっていないんですが、あんまりなんかね見えにくかったですね。ただこれをつけてる人を、なんていうんですか、目立たせるためにつけるという感じになるかもしれないですよね。はい、これを散歩の時に、まあね、恥ずかしくなければつけてやってみたいとも思います。以上 HL100 でございました。それではバイバイ。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。